はい、どうも皆さん、ケジオです。ということで今回も花坂立山編ですね、前回の続きやっていきます。前回は、まあ、お金を稼ぐためにね、ワンコちゃんが食堂で働いたり、若菜ちゃんがね山賊を倒してそれで、まあ、一発当てようとかやったり、まあひなちゃんは謎やけど、なんか情報でも集めてんのかなひなちゃんは、まあって感じで動いてたんやけど、まあ、ワンコちゃんはねうまくいってるっぽかったんやけど、ちょっと若菜ちゃんがね、いや、やらかしちゃいまして賊討伐しに行ったら賊の仲間やとね思われる始末でして、まあちょっと北条のねほんで兵たちに捕まりそうになったんやけど、なんか賊の人たちとええ感じにね友情を育みそうになって逃がしてもろて、でひなちゃんと合流できてっていう感情のとこで終わったのかな。3話、前回3話やったな。うん、なんで今回は4から7ですね。はい、残り見ていこうと思います。また固まってる。それでひなちゃんに助けてもらったの？こんなこともあろうかと探しに行ってよかったよ。いや、危なかったなマジ。そっか、とりあえず無事でよかったよ。おい若菜ちん、そろそろ機嫌直してお布団から出てこない？そうだよ、そろそろお夕飯も来るよ。うるさいな。でも今回はな、完全に若菜ちゃんのせいやからな。まあ前回布団の塊になってたのは、まあそのまあ若菜ちゃんだけのせいってわけじゃないけど、今回に関しては若菜ちゃんの爪の合わさやからな。だいぶ機嫌悪い。でもこれならワンコが働いてるお店のご飯の方が美味しいかもね。あそこのお料理箱根でも人気なんだって。そっか、健介くんも地元の人が通うお店は本物だあとか言ってたね。まあ確かにそれはそう。あ、出てきた。わかな、ご飯美味しくなかった？いや、美味しいけど、結局お金を稼げたのは地道にやってたワンコだけだと思ってさ。まあまあしょうがないよな。いやー、若菜ちゃん惜しいとこまでは行ったんよな。惜しいとこまでは。僕らも食堂で働くしかないか。まあそれが一番いいやろうな。食堂のお仕事はお給金は日払いにしてくれるけど、うん、多分ロギンにするには全然足りないと思う。え、この宿ってワンコの稼いだ金でなんとかしたんじゃないのか？そんなわけないでしょ。ひなちゃんが泊まってるって言ったから、ワンコもついてきただけだよ。ひなちゃんどっからどっから手に入れたん？ひな、そんな儲かる仕事があるのか？あったら若菜ちゃんも誘ってるよ。じゃあなんで？じゃあどこから金が？岡崎を出るときにかよちゃんからちょっと貸してもらって。あ、持ってたんや、ちょっと。もしかしてその金があれば僕は山賊退治でひどい目に遭うこともなかったんじゃ。そうかもだけど、そこまでの大金じゃないよ。かよちゃんの持ち合わせを貸してくれただけだし、この宿に3日か4日泊まったらなくなっちゃうよ。あー、でも結構やばい、3日か4日か。3日の宿代があるなら箱根は越えられるよね。そうやんな。やっぱり小田原まで行った方がいいんじゃない？でも行った方がいいやんな、それやったら。あー、でもそっから先がないんか。大きな町だから働き口だって箱根より多いだろうし、北条の人たちにロギンを貸してもらう手も。だから北条にロギンを借りるのは、うん、こっちのメンツが立たないだろう。そう、会ったこと ほぼ面識ないのにいきなりお金貸してっていうのはちょっとみたいな話になったよな、確か前回。メンツどころの騒ぎじゃないし、
食堂で働くよりはメンツも保てる気がするけどな。まあそうね、山賊と間違われるよりかははるかにいいな。とりあえず今日のところはしっかり寝て、明日考えられることは明日にしようぜな。大丈夫か。ごちそうさま、寝る。若菜ちん、寝るならせめてお風呂に入ってから寝なよ。ここのお風呂温泉だし広いんだよ。そのまま寝たんかい。いや若菜ちゃんがほんまに心配もう。今回はワンコはこの後食堂なんだろ。大丈夫かな。うん、二人は仕事探しだよね。もうハローワーク行ってこい。小田原に行ってもいいけど、仕事が見つかるかどうかは分かんないからな。そうだね、安い宿でも温泉があるし、ひなは金策するなら箱根がいいな。風呂はどうでもいいだろう。よくないよ、ケンスケ君に会えた時臭かったら嫌われちゃうよ。若菜ちん、ケンスケはそのくらいで嫌ったりしないだろ。まあせんけどさ。せんやろうけど。戦場で僕が匂いを気にしてた時だって。って何言わせるんだ。そんなことあったんや。勝手に言ってるだけやけど。気になるねひなちゃん。まったくですな、ワンコさん。なんだろう あの人だかり。何か新しい考察でも上がってるのかな。すいません、この人だかりって何なんですか。ああ昨日捕まった山賊に逃げた仲間がいるらしくてな。そいつの特徴が書いてあるんだよ。ほうそうか、ちょっと見せてもらおうか。それ山賊の仲間。それってせんな、若菜ちゃん姿見られてたんかな。あ、ていうかそっか、捕まってた人たちに見られてるわ。なになに、逃げた族の仲間は小柄な女の子。そうやわ、北条の兵に見つかってなくてもあのおじいさんとかに見られてるな。赤っぽい髪で、やばい、槍を持っていてとにかく凶暴。これ今から髪染めやな、まずいな。とにかく凶暴。はあ、口は耳まで裂けており、角は3本、凶悪な笑いをし、亀にがめつい。亀にがめついは確かにそうやけど。ああ、まあでもよかったな、口は耳まで裂けており角は3本、強力な笑いをし、凶悪なか。この辺は山賊の人たちが言ってくれたんちゃう。多分。多分そうなんちゃうかな、捕まらんために。このとにかく凶暴とか、槍を振り回してはギャーとな。あ、これ多分色つけてくれたな、色っていうか勝手に言ってくれたな、逃がすために。誰だこんな特徴言ったやつ。捕まってた人たちの勘違いがそのまま考察に書かれてる感じだね。あ、違うんか、その山賊が言ったんじゃなくて。じゃああの捕まってた3人結構やばいな。口は耳まで裂けており、角は3本。凶悪な笑いをし、金にがめつ。角3本ってどこにあんねん。だからって凶暴だとか金にがめついだとか。金にがめついはもうあれは思われてもしゃあないけどさ、そこはそんなに外れてないかな。そうね、とりあえず若菜ちんだって気づかれてないんだからいいじゃない。まあそうやな、ちょ髪は赤でちょっとやばいけど。よくない、あれが僕の特徴って髪の色と槍を持ってるところしか合ってないだろ。まあだからわからんでええんちゃう。だからいいんだってば。うん、そうだよ、これで箱根で長居しても大丈夫になったんだから。うん、全然納得できないぞ。で、そ
ゾロ社のワンコは食堂に行くけど、二人はどうするの？でもさ、ワンちゃん、あの捕まってた三人と鉢合わせしたらまずいよな。あいつってならへん？とりあえずいろいろあったけど、やっぱり仕事探しかな。あの考察を書いたやつに文句を言いに行きたいんだけど。まだ言っとる。どこに行けばいいんだ？それ文句言いに行ったら私が犯人で説得のと一緒やからな。やめてよ、本当にお尋ね者になっちゃうよ。そうやで。温泉はもっと入ってたかったけど、小田原に行った方がいいかな。温泉はもっと入ってたかったけど。大事なことなんでね、まあ2回言ったと。2回言うなよ。大事なことだったから。そうよ、大事なことは2回言うんやで。え、そうだ。あ、今ちょっといいこと思いついちゃったんだけど。うん。ワンコの働いてるお店に行ってもいいかな。多分ろくでもないことなんやろうなとは思うけど、この顔的に。え、ひなのいいことこそろくなことにならないよな。この顔で言ういいことは絶対ろくなことやけど、まあ。ふぅ、若菜ちんの突撃よりはマシだよ。それ言われたらちょっと言い返せやんな、今は。マシとか言うな。おう、なんやろ。うん。お兄さん、そこの傘をかぶったお兄さん。それ俺に言ってるのか？もちろんだよ。こんな夜更けに寒いでしょ。よかったらさ、私たちと。おい。いいことしていかない？マジか。いや、まあ多分、まあそういうことではないと思うんやけど、ひなちゃんええんかお前それで。こういう客引きはダメよ。男黙ったやん。向こうのお店で高くなるようなこと、うん、どうかな。まあ、何をするとはまだ言ってないからな。言い方に語弊があるけど、向こうのお店って、この一帯は箱根のそういう店が集まってるって聞いたが。さあどうかな。え、さすがに違うよな。さっきワンコちゃんの食堂どうこう言ってたから、多分食堂に連れてくんやんなこれ。で、どうする？今ならいっぱいご奉仕するからね。ご奉仕はもう言うたらあかんやろ、この流れで。ついてきた。一名様、ご案内。まあでも男ってしょうがないのよ。やっぱこれはね、うん、まあ時代もあるけど、やっぱついてくんよな、こういうのは。ほいほい。いらっしゃいませ。まあやっぱそうやんな。あんたが相手してくれるのか。そうだよ。そうだよって。お兄さんとこの子で一線交えて、この子にもうダメって言わせれば、お兄さんの勝ち。うん。ここの支払いはただでいいよ。その代わり、お兄さんが負けたら、支払いはこの子の分も含めてお兄さんね。ああ、なるほど。何の勝負？ひな、大丈夫なのかよ。ワンコのやつ、もう3人相手してるんだぞ。前に3人もういるんや。ああ、大丈夫だよ。今までの人たちに対したことなかったし。そうかそうか。あの大食いワンコなら平気だって。あ、まあ食事どころやから、まあ、大食い対決してるんか。え、これ店長には許可取ったん？親父さんには。ワンコ、絶対負けるなよ。名前は出しちゃダメって言ったでしょ。ワンコちゃんも出してるかな。ワンコも名前出しちゃってるよ。親父さん、あ、料理じゃんじゃん持ってきてね。親父さんもオッケーしてくれてるんや。なら箱根名物大食い対決。うん。わー、いいんだけどさ。ん？え？
これまさかえ俺は小さくそうつぶやいて、かぶったままだった傘をそっと取ってみせる。これ、え？け、ケンスケくん？か？ケンスケ！なんで？いろいろ。マジか。なんでケンスケがこんなところに？そうよな。お前、ムツにいたんじゃ。もっと遠いとこいたんちゃうの？それはこっちのセリフだよ。なんで3人が箱根の裏通りで怪しい呼び込みからのフードファイトなんてしてるの？ほんまよ。それはそうなんよな。一瞬いかがわしい何かに巻き込まれるのかって心配しちゃったじゃないか。ちょっと期待してたんちゃうのお前。それははいよ、最初の料理お待ちどう。そうだ、もう対決は始まってるんだから、とにかくそこからだろ。なあワンコ。とにかくご飯食べればいいんだよね。これはまあそうやけど、わけがわからんけど、この対決が終わったら説明してもらうからな。そして俺は何一つわからないままワンコとの大食い対決に巻き込まれてしまうのだった。たまたま客引きしてやつがケンスケくんなんてことある？てかケンスケくん客引きしてんったら服装でわからへん？今もうあの服着てへんのかな。織田の大食いワンコの異名はどうした？そんな異名あったんや。お腹いっぱいなものはお腹いっぱいだよ。美味しかった。さすがにその前に何人かと対決してただけあって、ワンコとの大食い対決は俺が勝利を収めることができた。勝てたんやな。まあ前に3人と戦ってるとはいえ、ワンコちゃん結構な大食いやからな。うん、まあ一応勝てたと。もっとも向こうが空腹状態だったら勝てる気も起きなかったけど、まあそうやろうな、空腹やったら無理やな。まあ勝ちは勝ちだろう。事情はちゃんと説明してもらうからな。ぐぬぬ。だったら次は僕が相手だ。なんでそこまでして言いたくないの？ていうか3話勝ってケンスケ君に会いたかったん、ついてこうとしてんやんな。じゃあ言ってもよくない？またワクナチンが目的を見失ってる。そうだよワカナ、そもそもワンコたちケンスケ様に会うために旅してたんだからね。そうやで。なるほどな、日立までのロギンが尽きて箱根で金策してたわけか。うん、そういうことで、ワンコがバイトしてた飯屋の親父さんと協力してフードファイトで荒稼ぎしようと考えてたらしい。親父さんええんか。下手したら名前落ちるぞこれ。いかがわしい客引きしてるっつって。状況は分かったけど、ああいう客引きの仕方をするのはどうかと思うぞ。ほんまよ。ああ、ひなちゃんの独断と偏見やな、なんやなこれは。もう若菜たちはひなの誘い方を知らなかったんだろう。ひなの手口を俺から聞いて揃って顔を真っ赤にしてる。別にいかがわしくなんかないよ。いかがわしいって思うケンスケくんがスケベなだけでしょ。あれをいかがわしくないと思う男はおらんよ。てかひなちゃんもどうせ分かっててやってるくせにな。うん、俺がスケベなのは否定しないけどな。けど俺がスケベだって思うことは大抵の男どももスケベだって思うだろうし。いやそうやで、ケンスケくんの意見は全男の意見やからな。そうなればひなたちの身も危なくなるわけで。何かあってもひなは逃げられるから平気だよ。ま
まあそのために僕が用心棒役をしてたんだしな。まあこの子たちに勝てる人はまあそうそうおらんやろうけどさ。うん、そりゃ3人と正面から戦って勝てるやつの方が少ないだろうけどさ、心配なものは心配だよ。ケンスケ様この3人なんだかんだで終わりでもいい家の子だし、ロギンを使い切ったことも含めて世間ずれしてるところがあるしなっていう話やったんよな。まあ、やっぱ終わりでもいいとこの子みたいな感じなんやな。ああクオンとしてはそのあたりの社会勉強も兼ねて旅に出したのかもしれないけど、まああったやろうな。うん、それともケンスケ君はそういういかがわしい方が良かった？そらケンスケ君やったら話は別やろ。ケンスケ！だからヒナはそういう混ぜっ返しをしない当たり前だけど俺たちと合流した以上これ以上の金策は必要ない。まあそうやなケンスケ君に合流すればいいんやから。うん、俺は3人を助けてくれた飯屋の親父さんにお礼を言って3人を宿に引き取ってきたただいま。あ、てか、あ、ケンスケ君出てくるんやないや今回はもうケンスケ君が全然出てこやん。珍しいストーリーかと思ったらもう普通に出てきたな、ケンスケ君。うん、もうこっからはいつも通りなんのかなあー、お帰りなさいませ、ハニー。あ、若菜さんたちじゃないですか。どうしたんです？道端で拾ってきたんよ。まあ、オロちゃんたちも一緒なんだ。ヒヨは？ヒヨ殿たちは今頃江戸から堺に向かう船の中ですね。あ、別なんやケンスケ、ヒヨたちは船に乗せてお前だけ当時とかちょっと感じ悪いんじゃないか。いや、さすがに違うやろ。ケンスケ隊の慰安だったらみんな連れてくるに決まってるだろう。まあ、仕事やろうな。けど今回の箱根のメインは俺じゃなくておう、ケンスケ、おお、帰ってきてたんだ。お酒はまさかのご指名のやつちゃんと買ってきたよ。それと、ミクちゃんのお使いで外で出たらたまたま捕まったんやで、まあ一応立場的なものがあるから傘かぶってたんかな。顔割れてるやろうし。ああ、そういうことか。あんたね酒を買ってこいとは言ったけど女の子まで買ってこいなんて言ったつもりはないんだけど。落ちてたんやからしゃあないやん。っていうか私とウサの他に3人もいてまだ足りないの？あれ、ミクちゃんこの3人のこと知らんあれ知らんけ。え、長尾のミク様恩大将、この子らは遊女などではなく。そうよ、織田の面識、あれないっけ、ちゃんと。ああ、うん、どこかで見た顔だと思ったらひねり出した。ああやったな。今くっついてる3人じゃない。そうそう、なんでこんなところにいるのよ本当に忘れてたよな。話せば長くなるんですけど。なあケンスケ、ちょっと聞くんだけどさケンスケ隊の連中が江戸を立ってミク様とお前が箱根にいるってことは、陸奥の騒ぎは？そうやんな。そんなのとっくに終わったんや。そうやわ。終わってるんか。じゃあこれ EX1 の後ってこと？あれ EX1 が陸奥の騒ぎやんな、多分。あの辰巳ちゃんとかの。じゃあ若菜ちゃんたち本当にただただ旅行してきただけやん。あ、50 そうなんや。あ、てかそうやんな、花坂立山編の51-52でもう半年経ってたっけ。そもそもなんかそんなん言ってたっけ。
ケンスケのやつ半年も連絡よこさないでってなんか言ってたっけ。その間にも終わってたんかこれ。あーなるほどな。え、ってことはこれは今から何をするん。辰巳ちゃんたちのやつをまあ多分 EX1 がクリアした後ってことかになるんかな。あ、終わってるんや。そうやんな、ケンスケ隊を分けてミクちゃんがケンスケ君と一緒に箱根にいるってことはもう、そっかそっか、終わってるんか。あ、じゃああんまり合流しなくてよかったやな。あんまり意味はなかったんかな、うん、まあということで今回ここまでっすね。いやー、待って、でもまだ54やんな、次で60まであるよな。こっから何するんやろうな。もう目的3話化の目的はもう終わっちゃったけど、うん、こっからまあまたなんか鬼出たりするんかな。うん、そっか、陸奥のやつはもう終わったんか。あー、まあ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 、一応健介くんにはね、まあ、会えたので予定通りね、予定通りっていうかまあ目的通りね、まあ目的は達成したのでそこは OK として、まあ次回以降はまあ合流して何をするかっていうとこっすかね。はい、まあ見ていくと思います。あ、違うわ、次回あれか、イベントか。今回53見て、次イベントも あるんやな、このスイカ割りのやつが来るんで、次回は、このイベントですね。はい、やっていくと思います。まあなんで本編はちょっと来月かな、続き多分来月になると思います。はい、まあイベントが続くんで。ということで、次回はイベントですね。はい、イベントやっていきます。今回はここまでとなります。ありがとうございました。またお願いします。